アイテム番号、SCP-1057。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-1057 は、高さ4メートル、奥行き15メートル、幅9メートルの強化ガラス格納水槽に収容されています。水槽内の水は温暖な海洋の環境を模したものであり、使用については、文章 1057-H-22 を参照、SCP-1057 が本来住む水域の植生を週に2度維持します。使用については、文章 1057-H-19 を参照、給餌の前後30分間、水槽内に入るのは禁止です。1日2、3度、5kg 分の生肉と魚をやってください。この生肉と魚には、4日ごとに、非中毒性の蛍光色素を注入します。使用については、文章 1057-G-4 を参照。タンクには紫外線の電灯が照射されます。概要、SCP-1057 は、5メートルの液棚にもない空間で、タイガーシャーク、ガレオカードクビアーの制御の形をしています。重量はないように見えますが、未知のメカニズムによって水中を移動します。SCP-1057 の屈折率は空気とほぼ同じであり、海水内に入った際に一部を観測することができます。同じく、SCP-1057 の反転した影は明るい光の中でのみ識別可能です。SCP-1057 の身体に無生物を注入する実験では、そこに何もないことが明らかになっています。しかしながら、SCP-1057 のさらなる攻撃性を刺激する恐れから同種のさらなる実験は禁止されています。財団の魚類学者は、SCP-1057 の行動が通常のタイガーシャーク制御の範囲内に収まると算定しています。SCP-1057 が消費した食料はどこかに消え去ります。例外は、行動をモニターするため、SCP-1057 の食料に添加されている消化できない蛍光色素です。これらの色素は、5から9日間、SCP-1057 の中に残留し、消化器、循環システムの概要を浮かび上がらせます。実際にはサメが存在していないにもかかわらず、なぜこれが可能となっているのか、いくつかの仮説が立てられ、試験され、反証されています。アーカイブ 1057-N4 参照。習得記録、SCP-1057 は、削除済み、の市民プールで捕らえられました。ここで2人の遊泳者が殺され、1人のライフガードが手足を噛みちぎられています。連続して発生したパニックにより、さらに5人が死亡しました。地元の病院に潜入中の財団スタッフの報告によりこの事案は財団に認知され、復旧エージェントが現場に駆けつけ、最終的に SCP-1057 を拘束しました。プール敷地内の法医学調査中、職員用掲示板にあった文章 1057-K24 が発見されました。文章 1057-K24 は手書きですが、指紋は見つかっていません。文書 1057-K24。パニックは、サメがいるという想像が、本物のサメより危険であることを意味している。全くもってサメよりも危険なのだ。アウイクールイエット。